こんばんは。やば、後見て。うん。ちょっと待ってね。できた。ダーさん最高、ありがとうございます。フランスさん、はい、チーズ。今日化粧全然してないからブスやけど、ありがとうございます。ほぼ何もしてない。とニコラスさん、クマさんのポップコーン、ありがとうございます。よいしょ。猫キャットさん、ポップコーン、ありがとうございます。なんか今日な、朝な、コンタクト入れようと思ったらなんか目に入っててコンタクト入れられんかった。びっくりでしょ。いや、今日一日ずっとメガネでした。めっちゃ痛かった、本当に。涙が止まんないの。だからずっとメガネ。明日は入るといいな。なんで入んなかったんだろう、わからんねんけど。なんで入らなかったのかもわかんないし、結局何が原因だったのかもわかんない。トシさん、チュロス、ありがとうございます。何だったんだろうね。何だったのかしら。はるかえさん、くまさんの風船、ありがとうございます。イエーイ。ちょっと待ってね。こんばんは、こんにちは。かまだ今日土曜日だね。土曜日ってなんかさ、1週間なのに結局一番いい日だと思いませんか。私は土曜日が一番好きかな、週の中で。なんか日曜日は終わっちゃうのが悲しいし、悲しいから。アビケンさん、チュロス、ありがとうございます。ウサツバキさん、ポップコーン、ありがとうございます。明日のオレンジ見るために今日福岡来て、お、ありがとうございます。楽しみ。明日ワクワク。ニコラスさん、ポップコーン、ありがとうございます。こんばんは、 HKT 近かった、ありがとうございます。なんで矢印なんだろう。めっちゃ目が痛い。やっぱりでも目が痛いと頭も痛くなるよな。もうダメなんだ今日は。目が痛いな、ずっと。ずっと目が痛い。あー、かわいそう。うん、左目がおかしかったの今日は。ずっとコンタクトがね、入んなかったんだよな。本当になんか入ったけど痛いとかじゃなくて、入らないの。目閉じたら出てきちゃうくらい。ピエーン。私さ、生写とかのさ、写真をね、入れてるの。入れてるフォルダがあるのね。それにフォルダに入れて、生写ってさ、もういつ撮ったっけみたいな感じで結構なくなっちゃいがちなのよ。
だからここに入れてんだけど、今出てるやつめっちゃいっぱいオフショットあるから送りますね。待ってね。よいしょよいしょ。前髪もダメだ。適当すぎる。何もしてない前髪とか。乾かしただけの今も今日を過ごしてしまいました。マジオフって感じ。椿さん、チュロスありがとうございます。今誰が配信してるショールーム問いつつ自分で調べよう。誰が配信してるかな。ひじりか、ひじりだけか。あひじだけか。ふむ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 。ふむふむ。遊園地イベとは、遊園地イベ、あ、ショールームのバナーみたいなとこ載ってる、それを見てほしいんですけど、何ですかね。チュロスとかをくださいっていうやつです。なんか説明の仕方が難しいんだけど。さつばきさん、チュロスありがとうございます。ニコキャットさん、ポップコーンありがとうございます。タロの魚さん、クマさんありがとうございます。クマさんじゃない、クマさんの風船。ね、ちょっと待ってね。遊園地日でしょ、ここに書いてあるんだけど、まあ、端末は1個しかないかもしれないから言ってあげよう。なんか好きなテーマパークに行こうってやつがもらえるっていうイベントなんですね。でなんか対象のやつを投げるとポイントが溜まってくってやつなんですけど、いっぱいあるの。ポップコーン最高、クマ風船、ハイチーズ、クマポップコーン、ジェットコースター、メリーゴーランド、パンダカークマ、観覧車、ショールームランドってやつがお金がかかるのね。でもこのチュロスっていうのがあって、チュロスは無料なの。だからチュロスをくださいっていうやつです。はい、そういうやつです。なんかチャレンジでチュロスがもらえるんで、まあ、まだ多分やってないと思うんですね、分かってないってことは。なのでぜひチュロスください。よろしくお願いします。さつばきさん、ポップコーンありがとうございますってやつです。ぜひよろぴくみんです。Wi-Fi つけてなかった。最悪や。やってしまった。大阪のターンさんさ、はいチーズ。ありがとうございます。今日はブスよ。ブスー。申し訳ないですね。こんなワイで。可愛い日やったらいいんですけどね。例えば明日くらいに久々にカラオケ配信でもしようかなと思ってます。私なんか最近してなかったよね、全然しようかなと思って。明日日曜日ですし、そんなこと考えております。イエイ。ニコラスさん最高ありがとうございます。ネコキャットさん、ポップコーンありがとうございます。チェンさん、はいチーズありがとうございます。えい、うん、何がなんだ、
ラオケ配信ね、明日公演やんか。公演やってるから、一回歌ってるから喉開いてるし、いいかなと思って。メルコさん、はいチーズ。基本ピースよ、私は。はいチーズ全部。ほぼ全部ピース。あと明日は公演してるから顔もちゃんとしてるし、いいかなと思って、やろうかなと思っております。見る側なのに明日の公演緊張してます。嬉しい、楽しみだね。ワクワク。寝坊すんなよ。ラーユさん、チロス、ありがとうございます。お昼公演ですからね、ちょっと寝てしまいましたってこともダメですよ、絶対ちゃんと来るように。ちゃんと朝から起きるんだぞ。楽しみですね。なんか久々な気がする、ちょっと。でもそんなことないよな、そこまで久々でもないよな。でもなんかすごい久々な気がすんね。ただの魚さん、くまさんのポップコーン、ありがとうございます。なんかた久しぶりな気がします。なんでかな。赤にゃん、集合写真とか自分のグッズとか持ってる感じですか？どういう意味ですか？そうだとして、どういうこと？持ってる感じですか？どういうことですか？わからない。オレンジは前回はいつやったんだったかな。前回が、あ、でも3日にやってる ?6 日にやってる ?6 日にやってるのか。ん?やってるのか。1週間前か。別に全然久々じゃないんだ。持ってるってこと、持ってるんじゃないかな、ちょっとわからない、全部持ってるかわかんないけど。え、持ってたら見せてくださいってことですか？それはちょっと無理ですね。持ってると思いますよ。おいで、見せてくれってこと。本当に1週間前か、長かった気がする、この1週間。いや、この昨日くらいに1週間短いなと思ってたんだけど、前回の公演から1週間って考えたらめちゃめちゃ長い気がする。なんかすごい久々、遥か彼方の気がします。なんか長い気がする、久々な気がする。なんでだ。楽しみですね。ワク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 。久しぶりの昼公演かもしんないです。結構夜公演ばっかだったんですよね、うちら。久々の昼公演ですね。ドキ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 。いやー、起きれるかしら。絶対起きれるけど心配になっちゃう。起きれるかしら。起きれるかな、どうかな、どうかな。145日だ。100 40
こんにちです。はい、ありがとうございます。猫キャットさん拍手ありがとうございます。春海さん最高ありがとうございます。ニコラさん拍手ありがとうございます。遊園地イベって何ですか。さっきも言ったんだけどあ、いや、ちょっと一旦置いとこう。大阪のターンさん最高ありがとうございます。ニコラさんはいチーズありがとうございます。猫キャットさん、あー、うん、ポップコーンありがとうございます。遊園地イベって何ですか。ちょっとさっき話したからもう一回言うのよ。だからあのなんかなんかショールームのイベント欄のところに遊園地うんぬんって書いてあるイベントがあるので、ちょっとそれ参照してください。ごめんね、5分くらい前に同じ話したんだ私なのでちょっとすいません、2回目はちょっとやだそれ見てください、お願いします。あのチャレンジでチュロスがあるのでそれをゲットして投げてほしいです。そういうやつです。ただの魚さん最高ありがとうございます。カズさんチュロスありがとうございます。これですチュロスって、ありがとうございます。145日でした。へえ。うん。僕がモーニングコールしてあげる。大丈夫です。全然起きれます。別に私一人じゃないし起きるとき。全然大丈夫です。でもあるよな、ホテルとかに歩くないモーニングコールのサービス。あれいいよな、ホテルってすごい寝すぎちゃう気がする、怖いね。なんかありがたいわそれは、本当に普通にめちゃめちゃありがたい。ニコロンさん、クマさんの風船ありがとうございます。前髪が変、仕方ないですね。はあ、今日はね、なんか私今日すごいなんか筋肉痛でした、全身が。なんでやろう、全然わかんないんですけど、でもなんか腕が気に入りたかったってショールームで話したんですけど、なんか寝たら治りましたあの後私すぐ寝ました。そうめっちゃ今日はたくさん寝てすっきりしたんだけど、動いたから疲れちゃった。またすごい疲れちゃうんだよね。疲れちゃうんだ私は。そうなんです、そうなんです。眠たいんですね今日も。結局何時間寝ても眠いもん、眠いだと思う。私今日の朝はすごい何度寝もしました。何回も何回も寝て、何回も何回も起きました本当に最初は結構朝やろうと思ってたことがあったから30分くらい前に起きようと思ってたんですけど全然ダメでしたね。結局すごいバタバタ準備してきました。汗汗
なんで筋肉痛なんかになってしまったんじゃ。なんで筋肉痛になってしまったんやろ。自分じゃ全然わかりません、原因が。原因不明って感じ。マジでなんで、なんでなってしまった。悲しい、悲しいです。ピエンピエン、悲しいです。ピエン、うん、筋肉痛が一番嫌いかも。あ、でも好きなんだけど、痛いのは。でもなんか動きにくくなるから好きじゃない、そういう意味では。でもなんか痛気持ちいいけどね。でもなんかやだ、動きにくいから。結局ね、なんか筋肉痛でした。今日も筋肉痛になる。今日も筋肉痛を作ったから、きっと明日も筋肉痛になるし、明日も公演だからきっと筋肉痛になる毎日筋肉痛かなみたいな感じだと思います。眠そうだね。あ、さっき眠いって話しなかったっけ。眠そうじゃなくて眠いんですね。眠たいんです。結局何時間寝ても眠いよねっていう話をした気がする。絶対したよいなかったか聞いてなかったか知らんけど、眠たいんです。今日も、今日も眠たい。今日も明日も明後日もきっと眠たい。ずっと眠たいマジだし、何時間でも寝れるもん。絶対いつまででも寝れる。でも今日はいっぱい笑いました。疲れたけどいっぱい笑ったし、いいかなって感じ。顔も筋肉痛なるかもしんない。どれくらい笑いました。なんかツボが浅いですね、私は。本当に相変わらず話しちゃうとすぐ笑っちゃう。でもなんか昔はあまり思い出し笑いしなかったんですけど、最近思い出し笑いもするようになりました。なんかね、思い出し笑い、なんかあのこと面白かったなとか思って笑っちゃうんですねマジ変な人への道を突き進んでる私、恥ずかしい恥ずかしいです。うわ、これはめちゃめちゃ欲しいぞ。もう欲しい服が多すぎるよ。どうしようか。どうしようか、どうしようか。もう欲しい服が多すぎてマジで困る。多分な、買っても買ってもさ、欲しい服ってなくならないと思うんだ。絶対ね、着れないんだよ。ずっと欲しい洋服が。永遠に服が欲しい。すぐ洋服屋さんのインスタ見ちゃうし、すぐ洋服屋さん寄って帰ろうとしちゃうし、すぐ洋服買おうとしちゃうずっと洋服見ちゃう。恥ずかしいです。テレテレ、はあ、嫌ですね。あくびばっか。あくびって消せないのかな、自分の力で。ゆかりんさん、くまさんの風船ありがとうございます。あくびしすぎてさ、なんか涙出るやん、あくびしたらなんか鼻も赤くなっちゃう。一緒に恥ずかしい。あくびしてるだけです、マジ。泣いてないです
あくびしてるだけです。てれ。サティさんポップコーンありがとうございます。明日のオレンジ公園の前で服がついてる。お、と前乗りに来てくださった方が、おおすごいですね、ありがとうございます。楽しみだね。そっか、明日朝だからそのまま直接は結構厳しいね。すごい楽しんでな福岡と。サロの魚さん、はいチーズありがとうございます。私はめっちゃ飛行機好きなの。なんか昔は嫌いだったんだけど、なんか景色が綺麗じゃないですか。だからすごい好き。窓際がやっぱ好き。でも通路の方が出入りとかはしやすいよね。窓際が好きですね。結局景色見たいなと思っちゃう。なんか晴れてる日の景色も下まで見えて好きなんだけど、雨の日とか、まあ、当たり前だけどさ、雲の上行ったら晴れてるじゃないですか。ですごい雲が一面にバーって広がってるの見るのも好きだし、でもやっぱ夜が好きかなって思います。夜のなんか夜景みたいなのを見るのがすごい好き。20歳になってよ。へえ、お誕生日おめでとうございます。今日ですか？ハッピーバースデー君。お誕生日ですか今日？お誕生日おめでとう。さよなら10代、ようこそ20代、大人ですね。お誕生日おめでとうございます。森翔さん、森翔さんお誕生日おめでとうございます。良い1年を。パチパチ、ハッピーバースデー。いつもみんながパチパチ言ってるすごい大人じゃん。20歳とかいいですね。今年成人式か。会社とかと同い年かな。じゃあ大人の仲間いるよね。富士山の上撮るときはつい見ちゃうよね。私結構街とか見ちゃいます。どっちかっつうと、ない、見つからないけど家とか探したくなっちゃう。好きなんですよね。めっちゃいいと思うの。なんか見ててすごい癒されるあれがね、なんかその景色見て癒されてます。いつもとっても素敵だと思うんだな、思うんだな。ちょっと待ってね、フィジリに、フィジに連絡してるから。ブラッドダイちゃんさん、チロスありがとうございます。今日は30分までやります、配信。そう、来てない人もいたと思うから言っておくと、私は明日カラオケ配信をしようかなと思ってるので、ぜひ来てください。ぜひ来てください、よろしくお願いします。寒い、お願いします。まあ、別に私の歌はそんなに美しいわけではないんですけど、結構なんか喜んでくれるのでやろうと思います。レオ熊本さん最高ありがとうございます。今日なひじりがな、拍手した時にさ、拍手って普通こうかさ、こうじゃん、普通こうとかじゃん。ひじりこうやって拍手した。何これと思って。オノフィーさん、はいチーズ。マジ思いつかんかったポーズ、ありがとうございます。
読んだっけ。レオ熊田さん最高、ありがとうございます。猫キャットさん、熊さんの風船ありがとうございます。ニコラスさん、はいチーズ、ありがとうございます。マジで難しいポーズって、なんでこんな難しいとポーズ。よいしょ。大阪のターさんさん、ポップコーンありがとうございます。はじめまして。はじめましてじゃないな一回見に来たことあるはずだよ、どっかで。いつ昇格してくれますか。いつですかね、わかんないんですけど頑張りたいと思います。ちょっと私に聞かれてもわかんないです。同じこと2回聞かんで、うん同じこと2回聞かんでもらってもいいですか。しかもなんかそんな別にさ盛り上がるような質問でもないし、同じこと2回聞かんでください。で答えは一緒です。2回聞かれても、私に言われても分かんないです。いつか来るんじゃないですか、知らないですけど。私は何も知りません。怒られた、イエイだって、おめでとう。楽しそうだね人生。いいじゃん、楽しんできな、これからも人生。まあ怒ってないんですけどね、私大事な人にしか怒らない。あなた別に大事じゃないから怒んないです。直してほしいとも思わないし、ね、無駄無駄、全部無駄なんだよ。夜ご飯食べた、食べてない、これからですかね、ですかね、どうなんですかね。ああ何この答えにくい、答えにくいつか答えの分かんない質問。さえ、エミリー、ひなた、小田、ミク、モカがグラビア撮影したそうですが、若いの水着はいつですか。そんなこと私に聞かれても知りません。今日2回目私が言うと思いますか、それで。言うわけないでしょ。ああこれで私また怒ったって言われるんか。先に言っといてあげるね、怒ってないよ。あなたのことも怒らないよ絶対。知らんそんなそんなの知らんよ。分かるわけないし、分かっても言えるわけないよね。なんか、変なコメント。もっといいコメント絶対できるよ。ブリハマチさん、ポップコーンありがとうございます。今日は寿司にしよう。寿司、寿司はな、ちょっとそんなに惹かれなかったでもあるよな、時々さ、今日絶対寿司しか食べたくないみたいな日あるよね。私もちょっと前にあった、回転寿司行きました久々に、美味しかったよ。ゆかりんさん、はいチーズ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 、ありがとうございます。ありがとうございます。サティさんもポップコーンありがとうございます。何、マーキュリーが出版社機能を有したという話を聞いたんで、これからチャンスっす。へえ、そうなんだ今日は午後一の豚まん、ああいいな、私も食べたいです。それはそれはいつだって食べたい。大阪にしかないんだよね。いやもうちょっと別の場所にもあるかな。ただの魚さん、ポップコーンありがとうございます。ダーさん、はいチーズ、白飛びしてる5期生の5です、ありがとうございます。さっき寿司から帰ってきました。あら寿司の人いたよ、よかったやん晩ご飯はすき焼きです。いいじゃん。マカニャはすき焼き生卵使いますか。使います、絶対。生卵がなきゃすき焼きとは呼べないっていうタイプです、私は。ニコラスさん、クマさんの風船ありがとうございます。フランスさん、メリーゴーランドありがとうございます。29分だ。ランキング読みます。
13位カズさん、ありがとうございます。12位ラーヨさん、ありがとうございます。11位チェンさん、ありがとうございます。10位マナフィーさん、ありがとうございます。9位ダーさん、ありがとうございます。8位アビケンさん、ありがとうございます。7位サツバキさん、ありがとうございます。6位ハルカイさん、ありがとうございます。5位大阪のターさんさん、ありがとうございます。4位ニコラスさん、ありがとうございます。3位ユカリンさん、ありがとうございます。2位ネコキャットさん、ありがとうございます。1位がトシさん、ありがとうございます。皆さんありがとうございます。博多の細麺さん、バラありがとうございます。今日も配信見てくれてありがとうございました。うわ待って待って、なんか変なことになったぞ。止まった？止まんなかった。ふんふん、止まらなかった。よかったよかった。それじゃあ皆さん、ちょっと待ってな。ですね、じゃあ皆さん今日も配信見てくれてありがとうございます。あ、ピンクのりたまさん、ポップコーンありがとうございます。なんだっけ、チュロスをゲットしててください。明日までなんで、ぜひ皆さん暇だったらチュロスをゲットして明日くれると嬉しいです。皆さんが嫌じゃなければよろしくお願いします。明日はカラオケ配信しようと思うので、ぜひ見に来てください。バイバーイ。そんじゃ皆さん、公演じゃなかった配信ありがとうございました。またねー、さようなら。